いや、今年のウィンターミーティングすごすぎでしょう。一応今日のルール5ドラフトでウィンターミーティング自体は終わったんですが、ロックアウトとかなしに FA 契約がこんなに短期間でまとまるなんて久しく記憶にないですよ。最終日の今日も別の動画でジャッジの契約について話しましたけど、契約も続々決まりまして、本当に活発すぎてついていくだけでも一苦労です。今回は今日まとまった割と大きめな契約3つについて簡単にお話していこうかと思います。まずはね、パドレスがザンダー・ボガーツ獲得、契約総額は11年総額2億8000万ドルで、契約途中のオプトアウトは全く含まれておらず、全球団へのトレード拒否条項が盛り込まれているとのことです。ということで、先日トレイ・ターナーに対して総額3億4000万ドルの契約をオファーしたものの、フィリーズに移籍してしまい、また今日ヤンキース残留を決めたアーロン・ジャッジに対しても興味を示していたとされるパドレスがついに大物選手を射止めたと。契約年数はターナーがフィリーズと結んだ11年で同じですが、ボガーツは来年31歳とターナーよりも1つ年上なので、これで41歳まで契約を結んだことになると、ターナーの時でさえ驚きでしたが、その1つ上のボガーツも11年もらえるとはって感じですよね。本当、まだ28歳のカルロス・コレアとか一体何年契約になるんでしょうね。想像もつきません。ボガーツについては今日レッドソックスと話をしていると報道が出ていまして、で、交渉も勢いづいてきたなんて話もあるくらいだったので、もしかしたらレッドソックス残留に傾くのかなと思ったら、このパドレスとの大型契約。レッドソックスももともと報道が出たオファーからして、ボガーツとの契約延長にそこまで乗り気じゃないのかなという空気も伺いましたし、昨年オフのストーリー獲得もそれに備えた動きではありましたので、ボガーツが移籍となったことに驚きはありませんが、レッドソックスファンからすればチームの功労者の残留への光が一瞬見えた矢先にこれですので、ショックも大きいかもしれません。ターナーに続いて2人目のショートの大物 FA が移籍となったボガーツですが、毎年3割近いアベレージをコンスタントに残せる MLB のショートの中でもトップクラスのバッティングを誇りながらも、それでいて大きな怪我もなくプレーできている耐久性も魅力の一つ。パドレスとしてはホセ・アブレイユを逃して以降、市場に残っている選手で打線を本気で強化したいと考えたからこそ、ターナーやジャッジに手を出していたと思いますが、ボガーツはその期待に見合うだけの打者ではあると思います。実績に関しては申し分ないです。個人的にもマリナーズが大物 FA 選手の獲得ちょっと金銭的に無理そうだわと言い出す前は来てほしいなと思っていた選手の一人ですね。ショート守備がしばしば課題とは言われますが、今期に関しては DRS、UZR、OAA いずれの指標も全てプラスを叩き出すなど改善も見られますので、この選手を年平均2550万ドルくらいで雇えるんだったら十分安いとは思います。まあさすがに41歳まで契約することと打者天国のフェンウェイを出る影響とか気になるんですけどね。で、パドレス打線は今季チームで WRC プラス102と MLB でも真ん中くらいの成績でしたが、その状況も変わりそうです。昨年途中に獲得してきたフアン・ソト、4月中に出場停止処分が明ける予定のフェルナンド・タティス・ジュニア、今季打線を支えたマニー・マチャドの並びにボガーツが加わると、パドレスにスター選手集結、ドリームチームですよね。ボガーツの加入でショートタイプがかなりダブついていて、今季タティース不在の穴を立派に埋めたキム・ハソンがセカンドに回って、クロネンワースはファーストで、タティースは完全に外野コンバートする感じなんでしょうか。めちゃくちゃ贅沢な使い方ですけどね。普通はタティースのような選手にコンバートはお願いしづらいところですが、禁止薬物使用で出場停止食らっているタイミングなので、チームの信頼を回復できるならとすんなり受け入れる可能性は高そう。また来季マチャドがオプトアウトを行使して FA となる可能性もあるため、ボガーツ獲得はそこも見据えた動きなのかもしれませんね。来季ドリームチームで今年果たせなかったワールドシリーズへの夢を叶え、マチャドがいなくなったらボガーツでそこを埋める、そんなシナリオをパドレスフロントは描いているでしょうか。この思惑通りに果たしてことは進むんですかね。はい、続いてはキャッチャーの目玉 FA ウィルソン・コントレラスがカージナルスと5年総額8750万ドルの契約で合意。カージナルスからすればこれまでチームに在籍していなかった選手と結んだ FA 契約としては史上最高額の契約となります。カージナルスは今季限りでヤディア・モリーナが現役引退となり、十数年ぶりに正捕手探しを迫られていて、トレード市場ではアセチックスのショーン・マーフィーやブルージェイズのダニー・ジャンセンあたりも検討したようですが、最終的には同じ地区のライバルカブスから後釜を引っ張ってきた格好となりました。 FA 市場が狂乱ぶりを見せている割には、打てるキャッチャーのコントレラスは割と常識的な契約となった印象でもあります。コントレラス獲得にはアストロズもかなり興味があったとされており、複数年契約を提示したなんて話もありましたし、またエンゼルスも結構いい額のオファーも出していたようでありますが、カージナルスが競り勝ったようですね。
コントレラスはキャッチャーながら高い打力が持ち味の30歳、今季は113試合でホームラン22本、 OPS8 割1分5厘、 WRC プラス132でウィンザボリプレイスメントも 3.9 とハイレベルな活躍を見せていまして、自身3回目のオールスターに選出。打球関連の指標もかなりいいので、キャッチャーとしてバッティングがいいというレベルにとどまらないのが何より強みですよね。カブスが今季途中プレーオフ争いから脱落気味であったため、夏のトレードデッドラインでの移籍が噂され、実際アストロズのホセ・ウルキディと1対1のトレードもまとまりかけたんですが、これが破談に。カブスは結局シーズンオフまでキープし、コントレラスに対してクオリファイングオファーを提示したため、来年のドラフトにて保証のドラフト指名権をゲットすることになります。カージナルス打線としては中軸のノーラン・アレナド、ポール・ゴールドシュミットに並ぶ強打者が加わりまして、カージナルスは中軸の2人はともかく、プホルスの引退でもう少しパワーがあったら良さそうな打線ではありましたので、コントレラスの獲得で強力な援軍が加わりましたね。一方、キャッチャーである以上は守備も求められ、特に前任のモリーナがそれこそ毎年ゴールドグラブ級の守備を見せていたことから、そこと同じレベルをコントレラスに求めるとさすがに厳しそう。フレーミングと守備の評価は決して高い選手ではありませんので、やっぱりバッティングの方でモリーナとはまた別の方向でチームに価値を生み出したいところ。まあ守備の評価が高くはないとは言っても、致命的なマイナスを今年出しているわけでもなく、何より長年モリーナを見てきたカージナルスフロントがコントレラスを獲得してきたということは、守備面でも彼にある程度自信がある証拠だとも思いますので、開幕までに投手陣との信頼関係を築き、チームの期待通り活躍してほしいですね。そして最後がオリックスからポスティングでメジャー移籍を目指していた吉田正尚選手が、今日レッドソックスと5年総額9000万ドルの契約に合意したと報道出ました。レッドソックスは吉田選手との契約に加えて1500万ドルほどのお金をポスティングフィーとしてオリックスに支払うことになるため、レッドソックス側からしたら1億ドルの契約を吉田選手と結んだことになります。吉田選手は先日正式にポスティングを開始したとのことでしたが、そこからわずか数日で移籍先を決めるスピード決着。だいたいポスティングは1ヶ月くらい。いろんなチームの話を聞きながらじっくり決めるのがスタンダードだと思っていましたので、こんなに早く吉田選手の移籍先決まるとは思っていませんでしたので、うお、マジかと、はじめニュース見て驚きました。吉田選手はレッドソックスが初めて獲得した日本人野手ということになりますが、彼にとってもメジャーでのキャリアをスタートする上で理想的な環境なんじゃないかと思いましたね。レッドソックスの本拠地フェンウェイパークは打者に極めて有利な球場となっていて、ベースボールサバントのパークファクターでは MLB で3番目に打者有利な球場ですし、吉田選手と同じ左打者に限定すれば MLB2位。日本人野手は環境の違いからなかなかメジャーで成績を残すのにどうしても苦労しがちですが、打者有利な環境でプレーすることが少なくとも吉田選手にとって不利になることはないでしょう。またしばしば守備の不安を吉田選手に対するファンの意見等で見かける印象ですが、レッドソックスで吉田選手、おそらくレフトを中心に守ることになると思うんですけれども、フェンウェイパークのレフト側は名物グリーンモンスターがある関係で極端に狭く、普通の球場でプレーするレフトよりも守備範囲ですとか肩の強さですとか、そういったところが絶対に必要な要素というほどでもないのかなと。まあグリーンモンスターのクッションボールに苦労する姿はちょっと浮かびますが、かつてはマニー・ラミレスもボストンでレフトを守っていましたので、そんなに心配する必要はないんじゃないのかなと。またレッドソックスは JD マルティネスが今季限りで FA となっていて、 DH の枠にも余裕が生まれていますので、最悪打つ方さえなんとかなればどうにでもなりそう。なのでやはり日本時代見せていたバッティングがどこまでメジャーで通用するか、やはりここにかかってくるかなと。吉田選手といえばやっぱり抜群のアプローチの良さ。あれだけフルスイングしながら三振を全くと言っていいほどせず、フォアボールをきっちり選び、アベレージも残せる。これがメジャーでも発揮できるんだったら上位打線でめちゃくちゃ重宝しそうじゃないですか。実際レッドソックス関連のツイッターなど見てみると、やっぱりアプローチの良さを見てリードオフとして期待する声も多そう。ここに日本時代見せていたフルシーズンで20本、30本くらいは打てるパワー、実際の潜在的なパワーはもっとある気がしないでもないですが、これもメジャーでついてきてメジャーでも20本、30本打てるとかなれば、5年9000万ドルの契約はバーゲンになりうると思います。まあ現状は MLB でのパフォーマンスが未知数で、守備で価値を出すタイプではないことを考えると、去年吉田選手よりも若かった鈴木誠也選手がカブスと結んだ契約を上回るのかと思わないこともないんですが、名門レッドソックスで活躍する日本人野手はこれは一人の野球ファンとして見たいので、日本時代のようなバッティング見せてほしいですね。というところが今日まとまった大きな契約で、この他先日バーランダーを獲得したメッツがホセ・キンターナと2年契約、3番手以降のローテーションを強化してきましたね。吉田選手と契約したレッドソックスはケンディ・ジャンセンとも2年契約。正直ジャンセンは昔ほど圧倒的なクローザーという感じではないので、そのピッチャーに2年契約でこんなに出すんだなという感想はあります。先日ジェイス・ピーターソンと2年契約を結んだアセチックスはこれまたユーティリティタイプ、アレドミス・ディアスと2年契約。
またトレードも2件発表され、メッツがレイズからリリーフピッチャーのブルックス・レイリーを、ブレイブスがジャンセン抜けたところにタイガースからジョー・ヒメネスを獲得してきました。まあ、こんな感じでね、かなり最終日になりましたが、ウィンターミーティング最終日の移籍はこれくらい。市場がかなり勢いづいたんでね、年末までまだまだ動きがありそうですが、次はどんな選手が動くのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。